白鳥明すぐるは日本の陸上競技選手、埼玉県春日部市出身、駒沢大学経済学部在学中、陸上競技部に所属し、専門種目は長距離走、中学校は豊野中学校、高校は埼玉栄高校出身。中学3年時の全日本、中学校陸上競技選手権、男子3000メートルでは3位に入った。 全国都道府県対抗男子駅伝では埼玉チームの一員として中学生区間の2区出走し8分44秒で区間11位。2018年の全国高等学校駅伝競争大会では2年時に花の1区を出走。2年生ながら区間賞を獲得した。3年時は調子が上がらず1区区間16位にとどまった。大学1年次大学入学以降、 活躍できず、全日本大学駅伝のエントリーもなかったが、11月の東海大長距離競技会で13分46秒78のタイムを出すと、12月には日体大長距離記録会で28分14秒86のタイムを出し、箱根駅伝のメンバー入りを果たす。第97回箱根駅伝では当日変更で1区に入ったが、 ペースの変化が激しいレースでリズムをつかめず、区間15位にとどまったが、トップとの差は47秒差にとどめた。チームは13年ぶりの優勝を果たした。父も、第68回箱根駅伝で、国士館大学の選手として、箱根駅伝のロックを走り区間13位で走っている。 https://k-om-az-a-wa-e-k-i-d-e-n.com コロンススララッッシシュュスラッシュチームスラッシュ t e a m h t h スラッシュありがとうございます。